はい、どうも矢沢です。今回は、また鈴木慎ちゃんをお迎えして、今回は、ね、実践編ですね。 GFX102 を、試させていただこうと思います。イエッ、はい、改めまして矢沢です。はい、またしんちゃんの悪ふざけが始まっておりますけれども、はい、そんな感じで、まあ、今回はね、またコラボパート3ぐらいになるのか、3なんですけど、鈴木さんのチャンネルでは私の Z9 を使っていただいて、まあ、縦繰りに戸惑いながらもね、いろいろと、感想を聞いていただいて、感想じゃないか、使用感などいろいろお話ししてくださっているので、はい、そちらの方を見ていただければと思います。そちらはモデルさんは澤田美香さんがやっております。で、今回は、モデルこちらのバージョンは浜島里奈、さんでございます。はい、今年ベッドスポーツでねやっておりますけれども、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、早速ですけど、よいしょ、 GFX102、 はい、1億画素、1億、1億ですよ。1億円じゃないんですけどね。1億画素、1億円したらまた1億画素なだけです。はい、なかなか聞かないでしょ、1億画素って。奥行くとね、奥行くとなんかリッチな感じしますよね。確かに。高精細なカメラでこれから浜島さんを撮る、うん、すごい、そう、毛穴まで映っちゃうっていう、ね、もう毛穴の向こう側まで映ります。怖い、はい、産毛とかも映っちゃうんですかね。覚醒まで映っちゃいます、はい、じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、で、今はこれフォーカス、フォーカスのあれですよね、はい、お任せフォーカスにしといた方が、あ、でも大丈夫です。はい、はい、はい、ありがとうございます。絞り、明るさだけちょっと心配です。まあ一回、あ、そっか、縦位置ないんだ。縦位置はすいません。縦位置がボソボソ言っております。この辺かな。はい、じゃあいきます。ぎこちないですね、構えがね。あ、で、これ押してください、プレビューマシン。これってシャッター切った後に自動的に表示にならないにもなります。なります。あ、これしかもあれだ、外部モニターに出力されちゃってるのことないか。それちょっと表示できるようにしてもらいたいです。どっちですか。あの、撮り終わったらピッと出るようにしてます。自動でオートレビュー、はい、はいはい、オートレビュー表示設定かな。ちょっと待ってください。オーナー、こうね、なかなかオートレビュー一回切ったらもう二度とたどり着けない、触らない、触らないんで。あれですね、リナさんのクリスマス、はい、はい、もう一個ぐらい教えてください。もう一個、もう一個もらえるんですか。もう一個もらえちゃうとし、はい、あの、僕じゃないですよ、はい、僕じゃないですけど。じゃあ誰なの。なんだろう、こたつとか欲しいですね。こたつ、やっぱ実家のイメージだったんですけど、なんか東京の家にもあったらいいなって。しまっとくのがね、大変説ありますよね。そうなんですよね。どこ出身ですか。静岡です。静岡なんだ。静岡はこたつ使います。使ってます。寒いんだ。はい、11月から2月ぐらいは。うーん、いや、11月はまだ早いか、12月、1月、2月ぐらいまで。でもやっぱ東京より暖かいですね。うん、そうっすよね。はい、わかんないかもしれません。調査、調査してください。オーナー、オーナー、どこ、いや、富士のメニューって、あ、これ紹介しておきたいんですけど、あの、基本設定とかが別で分かれてるんですよ。うん、だから普通だったらここなく、ここってなんか特殊な設定になるじゃないですか。はい、通信と基本設定的な、なんかちょっと OS の設定、システム設定みたいなの分かれてるんですけど、例えばそのオートレビューがシステム側に入ってるのか、こっちのカメラの方に入ってるのかっていうのが分かんないですよね。なんでこうやってあっち行けない、こっち行けないっていうのを覚えちゃえば別なんですけど。撮影画像表示、あ、こちらですね。はい、撮影画像表示、何秒がいいですか。あ、秒数で選べるんですね。 1.5 にしときました。 1.5、 長いですよね。
多分長いですけど、でも多分シャッター半押しにしたら消えるんじゃないですか。あ、と思います。ですよね。うん。そのあたりも実際どうなるか。これって単焦点、ズーム。ズームです。あ、ズームか。はい、行きまーす。はい。あ、表示されてるの。ファインダーの中で表示されないんですかね。される。え、これ HD、ちょっと待ってください。HDMI の方に一回切ってみてください。うん、あ、シャッターね。はい。行きまーす。あ、今来ました。うん。あ、やっぱ遅いんだ。覗きっぱなしでも来ないですか。はい。あれ？飛んでないですね。飛んでないですね。これか。はい。覗きっぱなしだと。半押しし続けてなく。うん、してないです。うん、じゃあファインダーあれあるかな。ファインダーの中のちょっと待ってください。撮影画像表示、いやでもないかもね。ファインダーの中で覗きたい、うん、覗けますよね、それはさすがに。背面モニター、ニコンは背面モニターだけ表示させることもできるんですけど、はい、もちろん両方もできますよ。今出ない。これ不思議。出ないでしょ。出ないです。背面モニターで、こっちには出てたんですよね。うん、あの目を離した時にプレビューされるようになってます今。どっちにしろ。同期してました、これとこれは。ちょっと調査するんで一回言っててください。じゃあもうこれ液晶で、はい。こうやっていくしかないですよね。確認。はい、確認しながら行く派なんですね。いや、っていうか、あの基本的にこれはユーザーに見せるためにやってるんですよ。うんうんうん。うん、別に自分は別に確認しなくても全然いいんですけど、うん、まあ一つの YouTube 用に見せる形にしてるんで、カシャッと今撮ってたやつがどんな風になるのか、あ、パッと見せるように、交互に見せるように。なるほど。だからまあ自分的には別にそのまま再生されなくてもいいんですけど、うん、まあせっかく撮るんだったらそれが表示されないとあんまり見ないなっていう。うんうんうん、ところで今お聞きした次第です。はい。はい、調査します。で、ちょっと明るい気がしました。ちょっと先に。感度で？感度で下げます。感度だと、今、あ、こう感度が、フロントが、この前半分が感度のダイヤルになってるんで。はい。はい、行きまーす。再生されないっていうね。ブラックアウトしちゃうっていう。あ、そうだ、そこなんすね、違いはね、はい、でレンズのズームのトルクが重てえ。それは重たい。なんか愚痴を言いながら借りて撮るっていう。ちょっともうちょっとあのリナちゃんの話しましょう。あの冬の間のノースリーブ率はどのぐらいですか？あ、でも仕事以外で、仕事以外は本当なんかレストランに行くときぐらいですかね。はい、なんで本当冬の間でも1月お誕生日なんで、うん、あいつ2回ぐらいレストランに行きがち。レストランに行きがちの冬。1月、はい、これ再生されないですね。ああ、HDMI の出力だ。HDMI のなんかにしないと。出力設定ですね。そうですね。ファインダーのみでもいいですか？一旦ファインダーのみにすると、はい、HDMI 出力とファインダー内が同じ表示になるんで、はい、プレビューもされるようになりました。ファインダー見れれば大丈夫です。はい。はい、そんなことあるって感じですけどね。うん、一応映像機も歌ってるから。そうですよね、うんうん、じゃあ今背面モニター見えない感じですね。そうです、はい、はい、じゃあ行きまーす。はい、はいはい、なんかさっきとファインダーの見え方が違ってる気がするんだけど。なんか色が薄まった気がする。はい、うん、はい、OK です。はい、
キさっきとなんかフォイント。いいから撮る方に集中してお父さん。ピントしろって。色を壊しちゃった。大丈夫、ピントは合ってるから。ピントローデータでやって後で。ピント合ってるけどさ。あれこれ JPEG は撮れてないですけど、はい、いいですか。ロー JPEG でいく。まあいいです、はい。いいですね。でもねこのぼやきながら。もう人のカメラの悪口言いながら撮ってるっていう。浜島さんでも完全にあれなんですよね、初対面なんですよね。初めまして。初めましてですよ。ですよね。うん、何この、なんでなんでりなちゃんうる覚えなんそこ。でもいや、なんかもしかしたらベストカーさんは、2019年に GTR 特集で撮影行かせていただいたことがあって、うん、俺じゃない。ですよね。うん、だから初めましてよ。初めましてよ。し、え、何年でスクリーンデビュー？19年です。ああ、そうなんだ。デビューの年に。今年5年目？いや、私間一回就職してた時期があって。そうなんだ。へー。なんで去年復帰して飛んで19、20、21、22飛んで23に復帰してます。ちょいちょい飛んでんだね。はい。うん、飛んでんだねって言うとちょっと聞こえが悪いけどさ。はい、何屋さんやってたんですか？ AD やってました。え？今もちょっとやってます。え？ AD？ テレビ制作。うん、はい。全然違う。こっちかこっちみたいなぐらい違いますよね。はい、へー、面白い。それは表に出していい情報なの？あ、もう言ってますね。あ、言ってんだ、はい。今もやってるでどういうこと？収入はやめてるんですけど。去年の6月に正社員をやめてまたこっち一本にしたんですけど、今もその手伝い、単発で特番手伝ってって言われて、うん、あのゲーマージコミとかロケハンとかしたり。へえ、おもろー。箱入れないとか。レースクイーンでなんか他の仕事と兼任してるっていうか人いるけど、AD は初めて聞いたな。確かにそれは被ってなくて、あと私幼稚園と保育園の先生もやってたんで、ええー、結構いるんですよ。うん。あ、いるね、いるね。AD は確かに初めて。聞いたかも。はい、まあ後でインタビューでね、掘り葉掘り聞かせて。うん。面白、面白。なんでまたね、それインタビューの方で。うん、はい。じゃあちょっと立ちます。よいしょ。もう縦位置じゃない時点でな。はい。もう僕が代わりに謝る。いや、グリップ用意すればよね。そのグリップの話してなかったね、うん、そうでしたね。でも縦振りないと右手下になるんですね、シャッターがね。いや、今わざとこうしてます。あの、うん、これかっこ悪くないですか。どうですか、もうそれ向こう側から判断してもらいましょう、うん、どっち、この右手が上と、右手が上の構え方と右手が下の構え方、あ、カメラマンさん、うん、どっちの方が安心しますか。もう一回見てもいいですか。これ下、これが右手が下、はい、右手が上、今撮ってよ、今いい表情出てたじゃないですか。どっちにする。もうどっちかしか一生選べないとしたら右手下の方が安心感もあります、うん、ある、うん、安定感ある。ギュッてなって、うん、なんか右手上だとプランって感じ。でも多分こっちの方が多いと思うよ。あ、そうなんですね。うん、あの通称肘かめこって言うんですけど。肘かめこ、あ、肘が張ってるから。そうそう。肘かめこ。だから、まあ、サーキットとかもそうかもしれないですけど、はい、お客さんわーっと集まっちゃって、はい、何重にもなったりとかする時あるじゃないですか。はい、そうすると前の人がこうやってるとさ、後ろで構えてみんな邪魔になっちゃうじゃん。はい、それだから嫌われるんです。なるほど。うん、この点はこうやって撮ってる方が邪魔にはならないよね。なるほど。うん、縦の時に限り横は普通にこうだからね。そうそうそう、うん、でこっちのカメラはあの縦にもボタンがあるのでフォームが変わらないんですよ。なるほど。カメラのフォームってあるんですね。あります、あります。結構、うん、はい、は横でいきますね。これなんかのぐらいでいこうか。これはこれはだから外しないと見れない。はい、ちょっと待って。写真ちゃんもうちょっと絞りたいです。はい、こっち、あ、絞りはですね、これこうあれなんですけど、前、あ、あれ今5、6ですね、うん、
これあ、じゃあこのダイヤルでいっちゃいましょうよ、うん、あ、そっか、絞り、はい、絞りダイヤルがあるのか、あ、もちろんこっちでも大丈夫なんですけど、はい、今この71ぐらい、どうだ、これってでも設定反映されてますよね、ファインダーなんか、ファインダー、あ、されてる、されてないはずです、あ、されてないのか、うん、あの表示設定ですよね、うん、じゃあそれあんまり当てにしない方がいいかもしれない、あ、暗さ、うん、うん、そうですそうです、あ、ちょっとあの再生できないですかね、再生、うん、はい、今撮ったやつ、あ、ちょっと待って、ちょっと、これね、分かりましたよ、さっきのあの変更の仕方が、ですね、撮影画像表示じゃない、なんだっけ、ビューモード、ビューモードボタンがファインダーの横にある、あるわ、ここにここにあるんですよ、あ、これで EVF アイセンサーだけにする、普通そこ指導調整ですよねアイセンサーにすると、あ、でもこれあれだ、 LCD オンリー、 LCD オンリー、すげえ、あの、あれ、これ HDMI 出力はされない、画面の中のファイルがめちゃめちゃ数多くなってる気がする全部切れたり入ったりしてるから、あ、これあれ、ちょっと待って、これいいですか、抜いちゃってもいいですか、あ、こう見ると悪くないですねおお、すごい、めちゃめちゃ綺麗な、あ、いいですか、生きてます、あ、明るさは大丈夫ですね、うん、明るさこれでいいです、はい、じゃあ行きましょう、これ今 100mm になってるんですけど、 100mm が実質かけ 80mm、 70後半ですね、70後半、はい、じゃあこのくらいがいいかな、はい、あ、でもなんかファインダーの中のフレームレートが低いな、あ、それはですね、はい、多分こう親指でどれくらいがいいですか、 120p、240p 選べます、 240p でそうすると解像度が若干落ちるんですけど、スムース最優先だと、はい、お、今度横になった、横で、横も行くことあるんですね、いや、それありますよずっと縦じゃないし、どうですか、カメラを横に構える男性は普通だ、今撮ってこのナチュラルスマイル撮ってこう、はい、普通な感じする、なんか、うん、家族に撮られてるみたいな、じゃあおかえりって言って、タカちゃん、タカちゃんおかえりって言って、タカちゃんおかえり、カメラにタカちゃんおかえり、ただいまもっとさ、元気よくおかえりして、おかえり、ただいましよ、ただいま、コースはただいま、行こう、あ、いいですね、はい、ガチャ、あ、タカちゃんおかえり、ただいま帰ってきたよ、はい、何にする、お風呂、え、ご飯食べる先にお風呂リアルですね、いや、いいのこういうのトーンがリアルだったな、今。はい、タカちゃん、どっちにする？え、それもう一つあるじゃないですか。昭和だから、それはタカちゃん。昭和だから。ちょっと選択肢が足りねえなと思って。それチャンネル的に大丈夫なんですか？いや、うちのチャンネル大体大丈夫です。あ、そうなんだ。大体そのくらいで。じゃあ、そのさ、三択の、いろいろやりましょうよ。お風呂にする、ご飯にする、ほにゃほにゃにするっていうのがほにゃほにゃ引っ掛けで、うん、適当になんかその3つ目言ってみて、いや、なかなかあれですよ、うん、大喜利みたいな感じそう、大喜利みたいな、うん、ただいま大喜利、適当なの言ってください、タカちゃん構えといて、ゲームの名前言ったらダメとか商品名、大丈夫、もういや、面白いの意外なの言ってほしいですけど、いきますよ、いきますよ、ガチャ、ただいま、おかえり、タカちゃん、ご飯にする、お風呂も沸いてるし、お風呂にする、うんうん、それとも、うん、一緒に桃鉄やる、おーい、いいじゃんそれタカちゃん、切ってよ今はい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 、次行くよ、行くよ、ガチャ、ただいま、タカちゃんおかえり、早かったね今日、うん、どう早かった、早かった、お腹空いてる、ご飯にする、うん、それとも、うん、お風呂にする、うん、それとも、うん、バドミントンでもする、
帰ってきたのに帰ってきたのに一気に疲れてまた疲れたナイス、ナイスですね、ですね、りなちゃん面白いですね、そう、そうなんです、そうなんです、じゃあ座りましょう座りましょう、高さはまんまでいいですか、下げる、下げます、下げますけど、多分これ録画されてるかもしれないな、うん、録画がされてないかもしれない、これですか、うん、今、本当だ、赤くなってないからどうすか、あれか、インプットが途絶えた時に止まっちゃうんですね、なことない、いやでも復活するんですけどね、よいしょ、お尻つけパス大丈夫ですか、これ使いましょう、あの、あ、座ってていいです、それで顎乗せする感じで、うん、お姉さんがそんな感じしましょうか、はい、でもちょっとよりで取っていきますね、ちょっと上がいいかな、よいしょ、いきますね、はい、行きます、はい、うん、なんかコスチュームとだいぶ印象変わりますね、本当ですか、うん、どういう、あれ、また飛ばなかった、消えちゃった、コスチュームは、なんだろう、はい、大体コスチュームの時縛ってるでしょ、違う、半々ぐらいかもです、本当ですか、でもそれすごい言われます、うん、私服だと新人っていうか分かんないって言われます、いや、俺も分かんない、誰発注したのと違うんですけどみたいな、嘘、え、すいませんいや別に残念な方向じゃないです、はい、はい、うん、はい、うん、OK、 いいですね、はい、よいしょ、縦でいきましょう、やっぱ縦振りねとあれかなあの体感としては Z6II を使ってるみたいです、いい意味で、いや悪い意味でこれであれですね、データで挽回できないといけないですね、そうですね、でも思ったよりも人目 AF もちゃんと効いてるし、うん、なん自分が先入観で持ってた中盤に比べると全然まあギリギリ、あと設定面とかいろいろ詰めないとですけど、うん、自分の現場でもかろうじて対応できるかな、このブラックアウトがしんどい、わざとなんですよこれ、ん、わざと、わざとなの、うん、本当にあの Z8 みたいにシームレスすぎるのもなんだよねっていうそうだ、はい、富士のわざとなんだ、これが後で1億画素で 4K モニターでドアップで見た時にどうなるかっていうところですよね、すっげえ寄っちゃう、ズームのね最短ちょっと行って、そんなこれどこまで行くんだ、どこまで行くんだ、意外とこの辺か、遠いって、この辺か、でも大丈夫か、この辺か、うわすげえな、ズームで一番寄れるのはこのレンズだと思います、隠せ見えちゃいますね、へえ、これでもやっぱりまあ今は今で使用感の話だからあれですけど、うん、画質見ないと何とも言えないです、ね、そうそう、それはそうなんですよ、うん、お互いそうですけどね、うん、なんか新しいフェチに目覚めてしまうかもしれない自分の顔があの生データで、はい、パソコンでドアップになったところ見たことないでしょ、いや、なんか あるんですよ、 SD カードごとくれる亀子さんですよ、ね、その3種類色味とノーレタッチ 4種類、1枚の4種類みたいなやつ、はいはいはい、見るんですよ、おーみたいな、なんか美肌モードみたいなのって、あちゃまあちゃま美肌モードって言ったらニコンのカメラしかねえじゃん、そんな、あ、そうかもです、うん、そうですね、めちゃめちゃすごいな、へえー、
ありがとうございます。逆に見たいですね。見たいですよね。はい、体感としてはこんな感じで申し上げました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そういうことで今回は一応なんかね決め事ですけれども、GFX2 体験させていただきましたけれども、使用感としては Z6 II みたいだったなっていうね。いい意味で悪い意味で悪い意味でブラックアウトするしフレームレート遅いしっていうのありましたけど、まあそう言いながらもなんか自分の中にまあ撮りながらもちょっと話したかもしれないですけど、思った中盤の本当にリスポンスがもっと遅いと思ってたんで、それに比べるとまあ現場でギリ許容できる範囲かなっていう感じ。あとはやっぱり画質見ないと、うんうん、これでやっぱ Z9 と同じぐらいだったら Z9 が当然いいよねって話になっちゃうんだけど、これで、あ、この絵はやっぱりこいつじゃないと撮れないよねっていう、ブラックアウトも我慢できるよねってなる、うん、これに部があるかなと思いますので、まあちょっとね画質に関してはまた別の動画で、お見せしたいなと思います、はい、で浜島さんのいろんなところがドアップになってます。あの撮影での撮影でのやり取りの印象、今パッと思い出せるやり取りは何でしたか？詐欺師と大喜利詐欺師とね、ご飯にする、はい、はい、お風呂にする、はい、で、はい、今日の締めはですね、はい、りなちゃんの、ポーズ、おすすめポーズでお三人でやって締めたいと思います。さっきもやった気がするんだけど、ね、あ、聞こえてます、ね、はい、おすすめポーズありますか？ポーズ、はい、おすすめというかいつもやっちゃうなっていう決めポーズ、レースクイーンのポーズですね。レースクイーンのポーズは、うん、チームのポーズは W なんですけど、あ、もうチームじゃないです。チームじゃないと、リナのポーズお願いします。リナのポーズは、はい、じゃあこれではい、これそれね、はい、50代後半のおじさんにはだいぶきつい。あの、俺でも意外とできるけどね。クロスがやっぱ基本なんですね、はい、これサムネにしたくね。こうやるとさ、これ昼寝したいおじさんたちに見えちゃうから、こうですね、ちょっとずらすんですかね。ずらすと、はい、結構顔をちょっと傾き、利き顔をカメラにこう、はい、はい、じゃあ父さん締めて。以上、矢沢でした。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。あと鈴木のしんちゃんの方では Z9 の動画が見えるんで、そっちも見てね。浜島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。